これわざと偶然偶然ミキさんお前そんなにやりたいの？あるか。だから違うって。次行こう。次今度ユージの番だからね。なら次で終わりにしようぜ。なんで面白くなってきたのに。腹減ったんだよ。いいじゃん、あと一回ぐらい。俺明日仕事なんだよね。いいじゃん別に。俺たちはテレビでタレントが紹介していた電話番号検索で適当に番号を入力してヒットした場所に行くという遊びをしていた。面白半分だったのだが予想外に面白いものだった。適当に入れた電話番号でもこのカーナビは空気を読んでさまざまな面白い場所へと連れて行ってくれる。あと1回だよ。あと1回。444って葬儀場とかだったらやだもん。行こう。そのまま2キロ道なりです。ねえユージ、ん？超楽しくない？いや楽しいよ。写真撮りたい。写真？え、持ってんの？運転してて。あの、ユージの横顔かっこいい。早く撮って。ちょ、もう恥ずかしいからさ。オッケー。ユダ。かっこいい。お、ほんとだ。待ち受けにしちゃおうかな。ねえねえ、お腹減ってるなら帰りファミレスやろうよ。おごってくれる？ユージがおごるに決まってるでしょ。俺金ねえんだよ。まもなく右方向です。お、やっと来ましたね。全然何もない。いいじゃんいいじゃん、なんか雰囲気悪くね。真っ暗。これどこに向かってんのかな。まあでも絶対面白いとこだよ。またラブだったりして。およそ600m 先右方向です。このナビ少し古いやつだからな。まもなく斜め右方向です。大丈夫だって。怖いんだけど。およそ30m先、左方向です。you
行けばわかるよ。ちょっと、いきなり出さないでよ。そんなスピード出せないで。ちょっと、ユージ、ユージ、ねえ、知るかよ。進んかって進んでんだよ。止まんねえんだよ。道なりです。どういうこと、ユージ。目的地まで200メートルです。なんで。目的地まで残り80メートルです。目的地まで残り30メートルです。ユージ、前へ。目的地に到着しました。音声案内を終了します。運転お疲れ様でした。